の、やっほー、あみです。ゆうです。はい、はい、ということで今回はシーンの続く購入品紹介をやりたいと思います。イエーイ。はい、今回もシーンでたくさん服を買いました。夏服だね、完全に。いやそうだね、もうそろそろ夏本番だから、それに向けてね、可愛い服を紹介できたらいいなって思います。イエーイ。今回もたくさんあるのでどんどん紹介していきます。はい、せーの、それでは早速いくよー。ポッポー。はい、ということで最初がこちらです。白の半袖のシンプルなワンピースですね。本当に真っ白って感じで、夏にぴったりなワンピかなって思います。サイズ感はね、本当にシーンはやっぱり長さが低身長でもいけるのが多くて、全然むしろちょっと短いかなぐらいで、でもこれぐらいの丈感が可愛かったりするから全然いいんだけど、低身長でも短いかなぐらいでワンピです。このワンピのポイントは、ウエスト部分がリボンになってて、ウエストマークしてくれるから、すごいスタイルよく見えるなって思うんだけど、もうこのデザインね、ちょうど今自分たちのブランドでもこういうデザインやりたいなって思ってたやつで、ちょっと気になったので買ってみました。めちゃくちゃいい感じ。一瞬回るとあの感じです。はい、はい、ということでミューの一つ目がこのトップスです。ガーリーな感じのトップスなんですけど、めちゃめちゃ可愛い。色がこんな感じで、黒に青の小さいお花の柄なんですね。それがめちゃめちゃ可愛い。でサイズ感は見ての通り、ちょっと小さめなサイズ感です。チビティって感じで可愛いかなって思います。で丈はこんな感じで、割と短めな丈です。でもインするのに困らない丈なので、めっちゃいいかなと思います。次がこのスカートです。これはね、いつも履いてる感じのスカートなんですけど、意外と黒を持ってなかったので黒を買ってみました。これはちょっと長めのスカート、いつもよりで長めに履けたらいいなと思って買いました。カメラに写ってる丈感ってすごい足太く見えたりするのけど、写真で撮ると全然違ったりするからちょっと難しいんですけど、ミーは意外と好きな丈感かなって思います。こんな感じでめちゃめちゃ可愛い。一段ティアドになってるので、これも可愛いなって思いました。はい、はい、次はこんな感じのボーダーのキャミワンピです。可愛いね。これもモノトーンなんだけど、黒とアイボリーのボーダーって感じですね。縁が黒だから、となんかどちらかというと黒っぽいです。でサイズ感はサイズ展開あったんだけど、見てわかる通りぴったりです。引きずりもしないちょうどいい丈感だなという感じですね。なんかこのキャミワンピはこのキュッてなってるように見えて、若干下に向かって広がってる感じがすごいシルエット綺麗に見えるんじゃないかなって思います。タマーニットっぽい感じの生地なんだけど、すごい涼しくて夏にはぴったりだし、デザインがめちゃくちゃシンプルなように見えて、裾がちょっとヒラヒラして、ちょっとこういうところに可愛らしさも入ってて、すごいお気に入りです。胸元は V だから、こうやって中にキャミソールとか着てあげると可愛くないかなって思います。はい、で今上にカーディガンを着てきました。これはね、なんか まさにこんな感じでキャミワンピの上とかさって羽織れる感じのカーディガンが欲しかったので頼んでみました。サイズ感はもう短めだけど、思ったよりも長かった。だから上に羽織るのに短いと中のトップスが出ちゃうとか、そういうの考えるけど、これぐらいの長さあれば全然何にでも羽織れるんじゃないかなって思います。生地はこんな感じで、ちょっと透け感のあるサマーカーディガンって感じ。サラッとしてて風通しも良さそうだから、本当に夏場1枚持っといたら便利かなって思います。
で、なんかシルエットもさ、すごいちょっとゆるんとした感じでめちゃくちゃ可愛いかも。なんかアミはすごい韓国っぽい人が好きだから、めっちゃ韓国の人着てそうだなって感じで、これからたくさん着たいと思います。はい、ということで次がこのキャミワンピです。まあ、ほんと真っ白なキャミワンピって感じなんですけど、すごい韓国っぽさがある。形なのかな、なんだ、生地感なのかな、韓国服っていう感じがします。丈はこんな感じで、やっぱ低身長でも全然余裕で着れる丈感になってました。で、今肩も結構詰めてない状態でこれだから、やっぱシーンのは短いのが多くてめちゃめちゃいいです。なんだろう、デザインとかもレースフリフリみたいなのがついてたり、下に広がっていく感じのシルエットで結構可愛かったです。見え的にはなんかちょっと生地感が安っぽいかなというところはあったんですけど、シルエットが可愛いのでいいかなって思います。はい、で次がこのトップスです。ちょっと珍しい色のトップスなんですけど、青とか水色系も集めたいなって思ってるから買ってみたんですけど、ちょっと色味が意外と緑に近い水色でした。可愛いんだけど目はちょっと難しいかなっていう感じでしたね。これ白とかは結構持ってるんですけど、この首周りにレースがついてて、リボンもついてる感じの、ミュウがいつも着てるなという感じのトップスでした。はい、次がこちらのポロトップスです。これめっちゃ可愛くない？色がきなりっぽいアイボリーで、ワンポイントに入ってるリボンがネイビーですね。え、めっちゃ可愛い。なんか黒じゃなくてネイビーってところが見的にはすごいお気に入りポイントなの。サイズは今タックインしてこんな感じ。結構横のゆとりもあって、袖も長めで二の腕ちゃんと隠してくれる長さがめちゃくちゃいい。で、下の丈感はこれぐらいでした。タックインしててこれぐらいだね。だから意外と大きめではあるかも。でもそんな大きすぎないからめっちゃいい感じです。ポロってちょっとカッチリしちゃうところあるけど、柔らかい感じがちゃんとお出かけコーデに使えそうなポロトップスかなって思います。って感じで、この下のスカートですね、デニムのプリーツスカートみたいな感じなんですけど、でこれもめっちゃ可愛い。色はインディゴって感じのちょっと濃いめなデニムですね。でもね、ちょっとサイズが大きいかなっていう感じはする。ウエストとかはそこまで問題はないんだけど、思ったよりもちょっと長めでした。まあ、だからなんかすごい安心感はある、履いてて。ハイウエストで履いたらいい感じかも。これから使えそうだなって思います。で、次がこちらの半袖のニットですね。カーディガンか。え、珍しくちょっとライトブルーみたいな感じのボーダーを買ってみました。え、結構可愛いかも。今まで持ってない感じがしてすごいお気に入り。表面感があって可愛いです。で、サイズ感はこんな感じで、ちっちゃすぎず、なんか下がめっちゃ長いとかじゃないから、ちょっとゆるっと着れて羽織にもできそうなサイズ感でした。縁が全体的にフリフリしてるところがすっごい可愛い。可愛らしさが出て、これがお気に入りポイントです。はい、次がこのトップスです。え、なんか結構可愛い気がする。ギンガムチェックの柄なんですけど、ド定番なギンガムチェックな感じがしますね。この肩とかもフリルがあって可愛いです。フレアスリーブですね。これは夏めっちゃ涼しそう。みゆ結構袖のついてないトップス着るのは結構抵抗があるんですけど、これくらいなんかパッとついててくれたら着やすいかなって思います。形とかも結構可愛い。なんかふわっという感じですね。次がこの下のパンツですね。また黒なんですけど、この下にフリフリがついてて可愛いなって思ったので買ってみました。で、サイズ感的にはすごくちっちゃいですね。ミュウが今太ったっていうのもあるんですけど、多分パンパンで、丈感的にはなんかそんなに短すぎなくてちょうどいいかも。
なんかちゃんとショートパンツっていう感じ。生地もしっかりしてるし、ここにちょっと上がってる感じとかもあるので、可愛い感じに着れるかなって思います。はいはい、次がこのビスチェですね。色味がなんかギンガムチェックなんだけど、でもベースも真っ白じゃない感じがして、全体的に見たらちょっとグレーっぽい感じで、なんかそれが全然ガーリーに見えなくて、アミはすごい可愛いなって思います。ビスチェだからサイズ感とかはそんな気にならないんだけど、でもなんか中に何着ても着れそうなぐらいのゆるさで、とっても可愛いです。シンプルすぎなく、こうちょっとフレアとかフリルとかはついてるんだけど、なんかガーリーガーリーしてない、そこまでいかない可愛らしさがあって、雨でも着れそうだなという感じのビスチェです。わかんない、今思ったんだけどさ、これ前後ろ逆だったりするかな。でも後ろもこんな感じで丸首みたいになってるから、まあどっち前でも着れそうな感じでした。はい、ということで次がこちらのトップスです。なんか見え的にはピンとは来なかったかなという感じでした。けどなんかデザインはすごい可愛くて、フリルがついてるデザインとか、肩にもこうファってついてるのも可愛かったです。あとはニットの柄みたいのがリボンになってるところがミューはめちゃめちゃお気に入りポイントです。なんかわかんないけどちょっと窮屈に見える感じがするような気がします。で次がこのスカートです。ミュー好きそうだなみたいな感じだと思うんですけど、結構好きでした。生地感とかも結構しっかりしてて、柄のスカートってあんまり持ってないので、下に柄を持ってくると上がちょっとシンプルでも可愛く見えるので結構好きです。なんかフレア感とかも割とちゃんとある感じで、ティアードにもなっててそれもいい感じで、丈感はこれは結構短めで、ちょっと抵抗ある子は抵抗あるかなという感じの丈感ではありました。だいぶ短かったか、お気に入りで。次がこのデニムのエロペスカートです。めっちゃ可愛い。これはインディゴなんだけど、さっきのスカートよりかはちょっと明るめのブルーです。でサイズ感はめっちゃぴったり でもね、これね、ここの肩のボタンのところでじゃん、3段階に調節できて、幅広い身長の子で着れるんじゃないかなって思います。なんかポイントとしては本当にシンプルで、ポケットだけついてますみたいな感じのシンプルさが雨的にはめちゃくちゃ好きで刺さりました。結構 A ラインな感じで、ゆるさがあるからウエスト周りも隠れるし、もう全体的に隠してくれる感じ。後ろにも何もなく、夏とかこのデニムサロペは可愛いんじゃないかなって思います。こんな感じです。はい、次がこの三角巾です。とか言っても給食当番、それは違うの、なんていうの、こういうの、なんかこういうやつです。給食当番かもって思うんですけど、多分違います。おやばいって、やばすぎちょ、初めて頼んでみたんですけど、アクセサリーとしてもめっちゃ可愛いし、こうさ、首周りの髪の毛を持ち上げてくれる感じが本当夏めっちゃ良くないって思いました。給食当番の時もいいよね。そう、あと給食当番の子にもおすすめした。これ怒られんのかな先生に。でも三角巾みたいなもんだと思う。ねえ、多分怒られないよね、うん、かわいい。これさ、学校でさ、給食当番の時つけてる子じゃん、めっちゃかわいくない。めっちゃかわいい、天才だよね多分、うん、おすすめです。天才になりましょう。これは私的にはこういう三角の生地で、これをもう頭に巻くだけって感じなので、本当に簡単だしめっちゃ可愛い。
この柄、レースの感じの柄もめっちゃ可愛いので、エミこれ気づいたらめっちゃ集めてるかもって感じです。次がこちらの今さっきのサロペの中に着てた T シャツです。この T シャツはシンプルにこういう T シャツあったら使えるなと思って頼んでみました。色味はちょっとなんかグレーがマーブルっぽくなってる感じの色ですね。それにちょっと白い刺繍が入ってるから、なんかより結構明るめな印象の T シャツです。サイズ感はじゃーんってこんな感じで、結構オーバーサイズなんだけど、なんかこのデザインでこのオーバーサイズ珍しくて結構好きかもしれない。ゆるっと着れて、お出かけとかにはちょっとカジュアルすぎるかなっていう気もするけど、デザインがね可愛いから、例えばこういうズボンとかだったらこんな感じでタックインしてあげたらウエスト周りにふわっとする感じがすごい染め入れもするし使えるんじゃないかなって思います。次がじゃーん、パンツですね。ちょっと個性的かもぐらいな感じのパンツなんですけど、アミはめちゃくちゃお気に入り。色はモノトーンで白ベースに黒のお花、リボンとかじゃなくお花柄っていうところもアミは好きなんだけど、サイズがね本当すごいのこれ、ぴったりすぎて、まあ、若干長いかなっていう気もするんだけど、でもこういうパンツはほんとぴったりサイズの方がもう足が長く見えるから、もうこの丈はベスト。結構ワイドで下に向かって広がってるフレアな感じなんだけど、生地感は結構柔らかいのでちゃんと下にボリュームあるけど、この辺はスッとしてくれてスタイルは結構よく見えるんじゃないかなって思います。フレア感もめっちゃ可愛いし、下にねフリルがついてるデザインが本当に可愛い。ここまで柄のパンツは全然持ってなくて、このデザインもフリルがついてて可愛いからすごく使えそうだなって思います。あ、ちなみにウエストはゴムで結構きつい、もうギュッて締め付けてくれる感じでした。で次がこのナイロンパンツですね。え、これかわいいな。で色味は海にはライトブルーに見えるんだけど、ミエにはベージュって言われました。え、でもだからそれぐらいの色ってこと。え、かわいいのがね、見てこれ横のラインにリボンがついてるの。リボンついてることによってちょっとかわいらしさが出て、なんかあんまりこういうパンツ履かないけどちょっと履いてみようかなって思った。めちゃくちゃ柔らかくて、柔らかいっていうかもうなんかプラスチック履いてるみたいなぐらいの生地ですね。これはお口じゃないです。このウエストのね調節がね、こう絞れるタイプのハート、え、可愛くない？これ止まらないのが懸念点って思ってたんだけど、こうやってギュッてやってここで結んじゃえばいいんだ。あ、これいいかも。なんかハートが可愛いからもったいないなって思ってたけど、結んだらいい感じにウエストも調節できて可愛いです。裾にもウエストと同じタイプの絞りがついてて、長さがある程度調節効くかなって思う。低身長の子にもおすすめのパンツだなって思います。で次もこんな感じでちょっとフリフリしたパンツです。なんか今回ねちょっとデザインあるのが欲しくて、すごいちょっと違うパターンのやつを買ってみました。え、でもこれもめっちゃ可愛いんだけど、結構、まあ、ベージュだから淡い色が好きな子にはすごくおすすめしたいなっていう感じの色味でした。もうサイズぴったりで、ちょっと長めではあるけど手にはつかないぐらいの長さでした。でポイントは、まあ、この3段階入ってるティアードなんだけど、めっちゃ可愛いデザイン着たいと思います。で次がこちらのキャミワンピです。まあ、色味はなんかこうやってちょっとレイヤードするのに可愛いなって思って買いました。後ろのお花のレースって感じなんですけど、上の方は裏地がついてて2枚になってるからそんなに透け感ないんだけど、下は完全にレースが1枚なので結構透け感がある感じですね。これデニムとかに合わせてもめっちゃ可愛いなって思って、夏なんかシンプルだなって思った時に上にこれ着てレイヤードコーデしたいと思います。はいはい、次がこちらの
リボンのついたニットの半袖トップスです。これ超かわいい。なんか色がさ、ベージュのマーブルっぽい感じですごいくすみ色。ちょっとリボンの色味は、でもかわいいか。ちょっと明るめなピンクなんだけど、意外とこれがポイントになってかわいいかもしれない。で、これはちょっと今見てわかる通りさ、すっごい透けてんの。めちゃくちゃ薄い。サマーニットってさ、結構なんか暑くて夏こんなん着てらんないって思うのが網的には多いんだけど、これはちゃんと薄いから使えそうだなって思います。そんな大きすぎず小さすぎずでめちゃくちゃ可愛いです。で、次がこちらのレースなんだけど、めっちゃ最近流行ってない？口に巻いてちょっとレイヤードさせるみたいな感じの流行ってるので買ってみました。色的には結構黄色みが強かった。でもだからちょっとこのサボン似合いそう。これはね、多分デニムとかにやった方が可愛いと思う。で、こんな感じでちょっとね、中のパンツとレイヤードさせて使おうと思います。しかもこれさ、ちゃんと2段階のレースになってて、安っぽくないレースだからすごく使えそうです。短いの履いてても可愛いと思うし、これはこれからちょっとね、着こなしはインスタとかに上げていこうかなって思います。はい、ということで次がこのバッグです。このバッグめっちゃ可愛かった。なんだろう、この横長の丸の形も結構珍しい気がするし、ここにフリルがついてるのも珍しい気がして、すごいデザインも可愛いし形も可愛いバッグです。ショルダーがどうなんだろうっていう感じだったんですけど、これもなんかすごい可愛く見えてきました。カジュアルな感じだけどガーリーに持てるみたいな感じなのが結構好きでした。大きさはこんな感じなので、なんかディズニーとか余裕で行けるくらい入りそうだなってミーは思いました。で、2つ目のバッグがこちらです。もう結構大きめの大容量バッグって感じなんですけど、もうポッケがめっちゃあるのがミーはいいなって思いました。中にもポッケが1つあります。中の生地はちょっと安っぽい感じなんですけど、でもそれでもこんなに大容量で外の生地がしっかりしてるから安っぽく見えないのでいいかなって思います。持つとこんな感じで結構大きめのバッグです。これはちょっとリメイクしてオタ活に使おうかなって思っているところですね。今大容量はめっちゃ嬉しいので、これはなんかには使えるかなって思います。で、次がこのバッグです。ブラウンのレザーのショルダーのカゴバッグですね。なんかこういうカゴバッグ持ってるんだけど、なんか大きすぎたりちっちゃすぎたり、結構サイズ感難しくて使えてなくて、で、これめっちゃ可愛い。お出かけとか行くのに結構ちょうど良さそうなサイズだなって思って、夏はさ、カゴバッグ可愛いよね。もうなんかさ、カゴバッグのくせに厚みはない感じ、なんか薄いです。パーツ入れたら自然と厚みは出ると思うんだけど、結構薄めで、横に広いから荷物はたくさん入りそうです。中ポッケはないけど、すごいすごい、中ポッケあった。こうやって絞れるんだ。なるほど、気づかなかったですね。これ膨らんでもこうやって絞りがついてれば見えないからとってもいいです。かわいい。次がこちらのロックスです。めっちゃ軽いんだけど、すごい。夏ちょっとスポーティーな感じのサンダル欲しいなと思って買ってみました。普通のクロックスはさ、結構カジュアルな感じになっちゃうけど、デザイン的にはローファーっぽいみたいなデザインで、これならお出かけに履けそう。意外とヒールもあるかも。若干厚底になってるから、ちゃんと身長を持ってくれて履きやすいですね。クロックスってさ、つけれるじゃん、この穴ぼこに。つけるやつ買って履きたいと思います。はい、最後がこちらの黒のサンダルです。これめっちゃ可愛くない？こう親指入るところが石みたいのがついてて、指輪を足にしてるみたいなイメージになるのかなと思って買ってみました。ヒールのところが丸いの、なんかそれもちょっとおしゃれじゃない？それも思ったよりもすごいしっかりしたのが来ました。重さもあります。
結構ちゃんと厚底でヒールがあるから身長盛りたい時もすごい良さそう。めっちゃ可愛い。履き心地もいい。これはこれからシンプルにいろいろ使えそうです。はい、ということでアミットミューのシーン購入品紹介でした。でも結構お気に入りが多くて、本当に毎回言ってますが着るのが楽しみです。そうね。ミーは今回ちょっとそんなめっちゃお気に入りみたいなの少なかったかも。うん、今日すごい実用性があるのを買いました。あー、わかる、それ大事だよね。という感じでね、着こなし難しそうなのとかちょっとあったけど、でもそういうのはインスタで着てんのあげるので、よかったらそちらも見てください。はい、お願いします。はい、ということでちょっとでも参考になったなって思ってくれたら高評価とチャンネル登録、あとコメントもたくさん待ってます。はい、以上アミとミュウでした。バイバーイ。